いつもロベライチャンネルをご覧いただきまして誠にありがとうございます。ありがとうございます。今回ご紹介するお車は2020年モデルジープラングラールビコン、こちらでございますね。はい、インプレッションいたします。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、ロペライでは珍しいアメ車の登場でございます、はい、でジープのレビューもですね、久しくしていなかったということもありますし、はい、弊社ですね、実は展示している車以外にもですね、実は大量にストックがありまして、はい、その中のストックヤードに1台ルビコンがあったので、はい、まあ、裏在庫になりますけど、せっかくだったらレビューしたいなということでですね、持ってきたわけでございます。でこの後商品になるかどうかはわからないんで、はい、ちょっとね、別ルートでね、売却してしまうかもしれないですけども、せっかくなんで一緒にレビューさせていただきたいというふうに思います、はい。でまずスペック紹介からよろしいですか。はい、はい、3.6 リッター、お V6 DOHC エンジンですね。お最高出力284馬力、うん、最大トルクの方が 35.4kgm となっておりまして、はい、新車価格の方がですね、はい、638万円のお車となっておりまして、ほうほう、はい、一説じゃないんですけど、はい、この2ドアタイプ、あ3ドアというんですかね、はい、のタイプのルビコンは100台限定とか、はい、で今走行距離が 12,000km、はい、走っていて、これはロペライオ価格はないんですけど、はい、買い値でプレ値ですね、はい、もうプレ値で買い取ってます、はい、ということは輸入車の高価買い取りはこちらでございます。0120オーハローいい車 QR 取っていただければ10分リモート査定ができますので、全国からの問い合わせをお待ちしております、はい、ね、ということは売り値はもう700もうもオーバーになってくる、はい、そうですね、こんな感じです。これを買い取ったお客様も、はい、多分弊社に何台かまとめて今回出させていただいている。あら嬉しいですね、はい、お客様ですね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、では早速やっていきましょう、はい、でまずこのルビコンっていうのは どういうことなの。前回、はい、サハラ、いえやりましたね、一緒にやらせてもらったと思うんですけど、はい、あとスポーツでルビコンってあるんですけど、まあ、簡単に言えばオフロード仕様のやつがこのルビコン。じゃあランクルで言ったら GRS とかということなんだね、はい、はい、でよくまあアメリカのハリウッドスターとかもこれをカスタムして乗ってたりするんですよね。はい、大きいグリルガードつけたりとか、なんかもうあれでしょ、もうガンガンにいじってリフトアップして、リフトアップしてとかで、結構こういうカスタムが人気な1台で、まあ、ジープといえば王道はルビコンでしょうと、まあ、僕は思ってますで鍵はこんな感じですね。結構ごっついね、ジープだからか。そうです ね, ね。で裏こうです。でジャックナイフなのね。いいじゃないですか。でロックアンロックありますけど、はい、ちょっとやってみたいと思います。まずはロック。あアメ車だから音するかと思ったらしないのね、はい、でアンロックで、パニックボタン、ありません。ありません。はい。そうね。で、やっぱあとさ、ジープといえばこのフロントバンパーよね。え、僕、ここのなんかグリル、グリルと、まあグリルもね、ちょっと可愛らしい印象のヘッドライト。あと、うちにもさ、何台か販売してるけどさ、ここのヘッドライトがさ、で、うんって怒ってるやつあるよね。うんって。ああ、アングリーバードってやつですか。アングリーバードって言うんだっけ、はい、多分ここに写真出ると思うんですけど。ね。あれも何回か販売したけど、あれなんかすごいね。そうです。ところどそういう感じ。みたいな感じするけど。やっぱ、ジープって言えばこんな感じがする。まあそうですね。はい。うん。でもここはちょっと座らないけど、はい、普通に座れるよ。座れますね。それだけ広いよ。はい、で、サハラの時もそうでしたけど、うん、実際にここのフェンダー、はい。乗ってるとここまでしか見えないじゃないですか。ああ。で、意外とここのフェンダーが大きくて、運転しづらかった記憶があるんですけど。確かに。先日 6x6 とかもやりましたけど、はい、あんな感じだね、こうもっきり出ててね、はい、で、うん、サハラとかはここがボディ同色だったりとか、あここが樹脂、そうだったっけ、そういう細かな違いは、グレードによってあります。なるほどね。じゃああとここ開けてみたいと思います、はい、ちなみにここのダクトはさ、なんか結構蓋閉まっちゃってダミーかなっていうふうに思ったんだけど、ここが丸くなんか開いてんの、こっち側はね。じゃあ、ね、開けたら分かるかも。ディフェンダーとかとは違うんですね。そうだね、ちょっと違うかもしれない。パチンと。OK？ はい。はい。あ、プラスここにもロックがあるんだ。ここにあります。おー。ね、これまあちょっと商品、お、重たいね、結構ね。
商品化してないからエンジンルーム汚いけど、こんな感じ。6気筒。はい。なんか意外にコンパクトにまとまってるね。はい。うん。で逆にやっぱり逆にエンジンちょっと高いっちゅうね。スポーツカーと違って。そうだね。でもゲレンデの方が高いけどね。はい、まあそうですね。うん。やっぱりアクロを行くためには、そうだね。作り的にもこうなってますと。うん。なるほど。はい。わかりました。ここにアクリが入ってるんだね。で、こうか。逆だよね。普通さ、下についてるよね。ここの棒って。上が、このボンネット側についてることって結構珍しくない？まあアメリカなんで、そこは。あ、こう。はい。で、ここは、うん。で、最後ここで締めるということですか。んどうだあれんと。あ、こうか。で、OK と。はい。いうことです。じゃあ、続いてサイド見てみましょう。はい。はい。では、こちらがサイドです。はい。2ドアっていうのがいいね。珍しいですよね、2ドアって。はい。なんか結構僕、5ドアは街中で結構見かけるんですけど、2ドア見かけるの少ないなと思って。うん。なんかいいな。で、ここも外れるんでしょ？脱着します。頑張る、今日。外したい。外したい。ここは簡単そうだけど、はい、こっち側はちょっとまたね、ちょっと微細な。まあ、いろいろ工具使って外さなきゃいけないんですけど。大変かもしれない。でも、空いてる姿は多分かっこいいと思うんですよ。まあね。はい。わかるよ。そしてさ、車高も高いしさ、はい、気持ちがいいのよ。はい。で、ここのやっぱりさ、このヒンジというかさ、普通はさ、この中に入るのがさ、ちょっとむき出しになってるのがいいんだよね。はい。うん、おサイドステップ。結構なスピードで出てくるね。もう一回行きます。グッド。グッド。はい。私はこれ、賛成派です。へぇー。まあ僕も反対はしませんけど。うん。ゲレンデと比べて締まり方は締めやすいですか？どうなんでしょう。締めやすい。あ、締めやすい。ゲレンデの方がハンドルになりやすい。うん。あとタイヤサイズどうですか？はい、255の75の17インチ。まあ、ごっついタイヤだね。ごっついタイヤ入ってますよね。255の75の17インチになってますよと、はい、でちょっと内装見てみます。サイドステップね、注意しながら行きます。はい。で黒レザーに赤ステッチ、はい、のフルレザー、ね、で、まあ、センターのパネルはちょっとワインレッド調のねパネルになってて、あ、なんかスマホホルダーみたいなのがね、ジープのね、多分純正なんでしょうね、はい、いいね、こういったところがちょっとおしゃれで、ルームミラーだって、なんか、割と新しい感じよ。はい。なんかオフロード攻めるから、普通のミラーがついてるからと思って、割と最新のミラーがついてる。そんな感じ。じゃあちょっと乗ってみていいですか？はい。うん。よいしょ。あー、アメ車の匂いがするね。あ、本当ですか？うん。で、ちょっとエンジンかけます。で、スタートボタン、こうプッシュスタートですね。ジャックナイフなのに、そうだよね。ジャックナイフ。アウディと一緒ですね。あ、で、パドルはないけど、ここに調整するボタンがありまして。で、メルセデスとかでもなんかおなじみな、このドリンクホルダーですね。これいいね。あれ、こう、あれ、こう、こうか。あー、いいね。うんうん、いいじゃない。で、ちゃんと、あれ、ここにパワーウィンドウがついてなくて、こっち側についてんだね。あれ、こう、どうなの？あれ？もうこっちは極力濡れても水が浸入しても大丈夫になってるんですか？そういうことだよね。で見てこのヒンジ、普通はさ内側に全部出るけどさ外側に出るっていうね、このね、これがまたなんかいい、ね、独特な感じがあって、ちょっとこれこういう感じで、でこういう感じでしょ。ああ、いい、かっこいい。オレイオレイオレイみたいな。でちょっとやっぱタンクトップ着る感じでしょ。そうですね、タンクトップ でこれ簡単に上外せますから、ね、ちょっと一周してからこれやろうかね、はい、そのままちょっとさシート倒して後ろ座ってみて、見てこのシートの後ろだってさ、これなんかここにネットがあるのがいいんだけど、すごい、ね、どう、あ、意外といける。屋根高いね。高いし、うん、ま、意外と拳も1個入るんで、入るし、あ、余裕だ。これでもあれだね、
オフロード攻める車だから、汚いかなと思ったら、この車すごい綺麗だね。はい。めっちゃ綺麗です。どこもオフロード行ってないでしょっていうぐらいな感じだよね。はい、で、ここにスピーカーがついてるんですよね、多分。だから、屋根開けても音楽ガンガンで聴けるんだ。どんな音楽聴きたいの？やっぱ、ウエスタイじゃないですか。はい、どういう感じのノリで？ウェイ的な。はい。OK です。はい。じゃあ、降りますか。はい。あ、いや、なんか、乗ってる。あ、閉じられちゃった。うん。いいじゃん。後ろにもカップホルダーがついてる。カップホルダーついて。ここもね、うわ、太っ！しっかりこれ握れる、ここ。そうだよね。で、あ、結構深めですね。で、ETC がこの中入ってる。へぇー、なんか良さそう。あ、ちゃんと2段になってんだね、これ。これと、はい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 。で、せっかくなんでね、今日みんないるんで、本しちゃいましょうかね。はい。で、優しい本できるかな。で、行きません。はい、行きません。OK です。じゃあ、続いて後ろ見てみましょう。はい。で、こちらが後ろです。はい。なんかなんでしょう。ここは、なんか、どう開けるんだろうって一瞬迷うんだけど、これ、横に開くってことよね。いや、ここ、こう開くってことですよね。先に開けちゃうよ。はい。ね、あ、それこっち関係ないのか。ね、窓ガラスは、このまんま固定されるって。はい。だから荷物の出し入れ、ちょっとっていうふうに思うかもしれないけど、こういっちゃう。順番的にはこの順番ですね。はい。でも、そのままこれを閉めることもできちゃうわけでしょ？そうすると、ここは閉まんないけど、でもこれでは走れないですよね。もちろんそうだけど。で、ここを開けると、はい、ジープといえば、お、スピーカーついてるじゃん。オールウェザー。で、これあのね、屋根外した時に、ここにね、ネジをこう入れたりすると。あれ、この下もオープンだったから開くんだって。あ、開くやっぱり。ほら、あ、こう、ジャッキが入ってるわ。へぇ、ね、はい、いいね、なんか。収納が上手ですね、こういうのね。上からもスピーカーがあって、下からもスピーカーがあって。ね、屋根開けてもガンガンいけるし。で、こうか。こうやって出す。すね、はい、あ、おぉ。で、あ、上がるね。おー、いいね。すごいじゃないですか、これ。これいいね。あ、じゃあ、大きい荷物とかはもうこういう形にして、うん、ここに積み込みをすると。で、荷物ないときは4人で乗れるよと。そうだね。で、これが多分フレームになるでしょうね。ね。した時の。ちょっと電飾なんかつけておいたりしてさ。そうっすね。ちょっとさ、ちょっと座ってみて、くつろいでみて、足組んだりして。え、普通に乗っていいんですか？あ、ちょっと普通に乗ってみて。ああ、いいね。で、こっち側から閉めるってことね。ちょっとさ、これ、力いるのよ。このね。ダンパーが効いてるんですか、ね、ちょっとやってみて。片手でやってみて。あ、大丈夫？あ、いや、ここからが結構大変です。結構ね、力いるよね。ここまでは楽なんですけど、ここから多分、うん、ぐーってやらないと。閉めないと。これさ、バーンって。バーンとはいけないんだ。ね、ここは固定できないんだね。はい。で、なんでこれこんな斜めについてるの？何？ワイパー？ここまで？あ、ワイパーがそこで。何この中途半端な位置にこれあるのよ。ちょっと後でワイパーも動かしてみよう。はい。そしてこう閉めますと。はい。じゃあ続いてライトチェック行ってみましょう。はい。はい。では、まず、スモール。あ、下ですか。ホグかと思った。はい、で、ロー。おー、はいはい。ハイビーム。はいはい。で、ウィンカー。あー、そう、下の方ですね。はいはい。はい、ハザード。オッケー。まあ、リア、あ、普通にフォグはつかないってことだよね。ああ、ついてついて。はいはい、オッケー。じゃあ、後ろ行きましょう。はい、では、まずブレーキ。ああ、いいね。ハイマントもついて。ブレーキランプちょっとピンクっぽいね。はい、で、ライトオン。ああ、いいじゃない。はい、ブレーキ。はい。ウィンカー。はい。はい。はい。
サド、はい、来た。はい、バック。はい、OK、リアフォグ。2つ。OK です。では、これからちょっとね、トップ外そうと思うんですけど、ちょっと時間かかると思うので、トップ外してるシーンはサブチャンネルで。それでは、これより試乗に行ってまいります。もう後戻りできませんからね。はい、進む。見ます。よろしくお願いします。出発します。お願いします。今は涼しくていいけど、外出た瞬間に直射日光でやられてしまうかもしれへん。なんだこのシュートとは。では、出発。ああ。おお、ハンドルが回る回る。すごいハンドル回るぞ、これ。見て見て、ほら、ここまで曲がっちゃう。すごい。あ、意外と小回り効くんじゃないですか？すごい効く。最小 回転半径は 5.2 って書いてあります。いやー、これ熱いね、これ来るからね。ほんと、ロッテキャップ被った方がいいかもしれない。なんか後ろがこんだけ開放感があるとさ。はい。逆に後ろ座りたかったな。座る？いや。いいよ、いいよ、いいよ。全然座っていいよ。なんかいいね。あー、これ気持ちいいな。確かにフェンダー全然見えないね。はい。あー、ウィンドウを閉めると、あ、巻き込みなんて全然来ないわ。あー、なんかいいね、この開放感。はい。これがもう開いちゃってると、サンルーフ、あ、サンバイザー意味ないね、もうね。これは意味ないです、ね。どうにもの、どうにもこうにもだね。さすがにここからエアコンが出るとかことはないですね。ないね。でもやっぱオフロード車だからか、やっぱハンドルは結構この持ってかれるね。あ、逆に動いてるような気もするんだよね、なんか。結構揺れるね。そしてトルクがあるから、ちょっと踏んだだけでもグーッといく。うわあ、いいじゃん、いいじゃないですか、これ。一瞬ハザードがどっか分かんなかった、今。あ、確かに。エアコンパネルのところにまさかあると思わない。あ、ここはスクロールしないんだ。こっち側でタッチで動くけど。あ、そこでカメラに切り替えるんだ。そうですね。サイドと、これはリアだね。いや、フロントじゃないですか。あ、フロントか、今。はい、あ、そうだね。ナンバーが。これ何？テレキャン？テレキャンだとか。あれ、これ左足置く場所がないな、これ。フリーのペダルがあるかと思いきやなくて、結構、あれ？スカーってなっちゃう。欲しいな、それなんでないんだ？忘れたのか？左足はもうフロアを踏ん張ると。にしては結構ね、伸びるよ。なんか、この隙間が本当、ドア開いちゃってんじゃないかって思うぐらい、これ、びっくりしない？この。ここですよね。そう。一瞬ヒヤッとするよ。でも、雨降った瞬間終わりだからね、これね。いや、濡れたって大丈夫ですよ。そう？なんだ、この風のこのバタバタって音。あー、シートベルトだ。あー。なんか音がすごいね、このなんか。これだけ空いてるからか、いろんな音が入ってくる。隙間からの音ですかね。ね、高速乗るときはやっぱり閉めてた方がいいかもしれない。いや、でもね、今高速乗ってる人って、もうかっこいいなジープみたいな。ありますよね。ね、うわ、スーツ着て、男二人で。何を言ってんの、マスクしてみたいな。これだったらマスクなくてもいいんじゃないかと思いますよね。まあ確かにね。外気温28度。ああ。30度超えたらちょっとやばいかもね。ああ、日陰はいいわ。いいわ。じゃあ屋根閉めろってなってる。あ、あれ？これシートは、うん、あ、そっか、パワーシートではないんですね。そうそうそう。濡れたら困るでしょ。そうですね。
いやー、このシートベルトの巻き込みがなかなか来るね。あれなんか固定できなさ、あ、できないな、これは。ねー、した方がいいね、でもね。はい、あ、どうもー。だなー。あー、めっちゃ笑ってますね。はい。うわ、シートベルトがバチ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 。そんなことは考えてなかったんで、並走車では分からないけど、結構バチバチ言ってんすよ、この車。いいね、これやっぱギャップあるよね、多分。いいな、気持ちよさそうって。めっちゃバチバチ言ってます。こんなバチバチ言ってるとは誰も想像しないだろう。いや、これ超いい、これでいいっすよ、多分。おお、風が。これでさ、オフロード攻めるもいいんだけど、虫とかも結構来そうだね。でも中には入ってこないんじゃないですか。そうか。でもこれで寝れ、あの、ちょっと寝ていいよって言われたら寝れる自信あります。いや、横になれば寝れるかもしれないけど、これだったら。まあでも寝ちゃうときは寝ちゃうだろうね。ナイトサファリって感じだね。で、ちょっと大回りに回るんだけど、ハンドルがすっごい切れちゃうから、ほら、もうこんなよ。余裕余裕余裕で曲がれて、かつトルクがあるから、ではでは行きましょうか。あ、シートベルトキャッチしといた方がいいですね。あ、そうだね、一回。よいしょ。では行きます。感じです。やめがい。おお。あ、今オフロードになってるよ。あ、今解除しました。あと、はい。フェンダー注意してね。すごいフェンダーやっぱ見えない。ね。フェンダー本当に見えないですよ。ここまでしたら見えるかな。すごいハンドル切れるでしょ。すごい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 。そして意外とパワーがある。うん。トルクか。これ欲しいなぁ。来た。え、久々のヒット。これちょっと一個。え、買ってよ。え。どう、例えばじゃあ俺半分払うとか。共同所有、うん、なんかやっぱこういうおもちゃ感好きだな。ね、いいよね。でも全く思ったの、すみません、両サイドが分かんないです。ああね、すごい、あの車が通り過ぎた後の音が右、あの後ろから聞こえて気持ち悪いです。ああ、だってこんなに隙間があんだもん。暇だらけです。あー、これです。砂漠走りたい。どこや。サングラス欲しいですね、これね。違うんだよな、これじゃないんだよな。そう、これじゃないんだよな、上なんだよな。そっち側になんか下手さつくとかあったらね、全然違うんだけどね。それかなんかもっとさ、伸ばせるとか、ビューって。ああ、確かに。それだったらいいんだけどね。
いやうるさくて会話する気になんないわこれ。高速は乗っちゃダメ。高速ダメっすね。じゃあちょっと声大きい声で。そうですね。まとめです。はい。本日のジープラングラールビコン。はい。100点満点で投票お願いします。くー難しいけど。80点。80点。はい。欲しいって言った車80点。はい。はい、理由は。まず面白さ抜群、はい、見られることも、好きな方は多分これ乗ってて気持ちいいと思います。ああそうね、 SUV で、はい、まあ、オープンになるとイボーグコンバーチブルとか、はい、そういうのになってくると思うんですけど、まあ雑に扱うのもよし、はい、ちょっときれいめに乗ってもいける車で OK と。はい、なんですけど、閉めた状態で高速乗ればいいと思うんですけど、この状態は、乗っちゃダメです。こうやって話しててもちょっとハンドルがブレてきたりとかするので、やっぱりその欧州車と比べて車と、安全性とかその辺はやっぱ劣るかなと。ただでもそこを割り切った完全なおもちゃ車、うん、としてだったら僕は欲しいかな。なるほど。はい。なのでもうやっぱ弊社代表にはぜひ乗っていただきたい車です。はい、以上です。はい、私79点79点。はい、まずね、やっぱね、60キロ以上、これね、高速でも一般道でも60キロ以上でこれを上げて走ると、まあ会話が聞こえなくなるわこれ。はい、本当に、はい、聞こえますか今の声。音楽も聞こえなければ会話も聞こえないし、すごいねこの巻き込み、はい、最強レベルです。そうですね。これが良かったりもするんでしょうけどね、はい、今これで今65キロくらいです。でも楽しいと思う、はい、これで山行くもよし、アウトドアするもよしですね、はい、海行くもよしだし、野郎で行くのもいいじゃないですか、うん、ワンちゃんとかいたらいいですよ。ワンちゃんも多分ね、ちょっと辛いと思うよ、これ。そう。だからまあ、そういった用途をね、ちゃんと考えて、楽しんでいただければな、というふうに思いました。はい。ということで、本日のレビューは、これにて終了となります。はい。引き続きまた、毎週、月曜日の夜、20時からは、ロペライブチャンネルライブを配信してますので、ぜひそちらも合わせてご覧ください。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。